未来の兆しをお届けする未来キャスト。今回のテーマは世の中を豊かにする材料革命。トップランナーが語る材料革命に欠かせない役割とは。日本製鋼所松尾社長に伺います。これはですね、マグネシウムという金属を溶かしてですね、型の中に入れて製品を作り込む機械なんです。おお、すごい音しましたね。この大きさでも月に1万個ぐらいできるんですよ。この量産するという役割がですね、材料革命を起こすには必要なんです。大量に作れるということは私たちの手に届きやすくなるということですもんね。そうですね。やっぱりいいものでも希少なものだともう無縁なもので終わってしまいますもんね。そうですね。こういった機械を作ることによって世の中にですね、大量に供給することができる。これこそですね、材料革命だと。もうまさに材料革命を支える縁の下の力持ちですよね。はいはい。次回、材料革命を支える日本製鋼所が描く驚きの未来とは。